どうも、堀ちゃんです。今回は、CG が流れてますけど、CG の動画では一応、ないんで、ですね、今回ですね、ちょっとマイクを買い替えまして、レーザーの、セイレーン X だったかな？ USB 接続型のマイクですね。こちらはパソコン版、PC、プレイステーション4、どちらでも使えるマイクで、かなり感度はいいです。で、なおかつ、ノイズを軽減してくれるので、かなり助かってますね。ちょうど今、ちょうどマイクから50センチぐらい離してるんですけど、こんな感じで音拾えてます。で、コントローラーにヘッドセットを直接しながらマイクは設定できないんで、マイク自体にヘッドセットのようなイヤホンジャックついてますので、そちらの方に挿してもらって、って感じですね。それで普通に使えますので。で、設定画面で本体のですね、プレステ4の本体の設定画面でマイクレベルが調整できますので、そちらで調整しながら、自分自身に合ったマイクレベルを設定していってください。このマイクかなり感度いいので、50センチぐらい軽く離しても、普通に音声拾っていきます。ちなみに私、そろそろ、プレイステーションプラス切れそうなんで、今回ちょっと、カスタムゲームでちょっとふざけてますけど。ってことなんで、このゲームの内容は全く関係ないです。今回のこの動画は基本的にマイクのテストの動画ですので、こんな感じで今ちょっとマイク近づけますね。こんな感じでマイク近づけたら、それに近いんで、さらに集音は良くなりますけど、こうやって周囲の音も拾ってしまうんですよね。感度が良すぎて。ちょっと机叩いた音とか。で、一応集音は前方の方と、一応後方にもついてますけど、どちらかというと、前方の方が集音性多分高いかな、これ。おそらく前方の方は集音性高いですね。で、こんな感じでちょっと、あんまり前に出してもしょうがないんで、戻します。人質を回収。よくやった。こんな感じで、レーダーのセイレン X の紹介でした。ちなみに大体ですね、たまたまビッグカメラの方で売ってたので、大体1万4000円ぐらいですね。マイクの値段としては、高くもないですし、安くもないっていうところですね。いいやつですと大体2万円とか軽く飛びますんで、これは1万4000円台で、このレベルのものですから、かなりお得ですね。なおかつ、
ヘッドセットもさせるっていうところがもう一番の利点です。はい、以上堀ちゃんでした。チャンネル登録、コメント、評価とぜひよろしくお願いいたします。以上堀ちゃんでした。追伸、なんかネットの調子が悪いみたいなのか、今日はちょっとオンラインのゲームできないんで一旦やめます。これで